工事関係者しか入られないから、うわーのーとはちぼーのーとのーとはにーほーわにーすみーはれーのーわいせーおべゆこめんせきおいこくそむひぼーにーほれ。再建に向けてですね、今回この天守閣の復旧、そして飯田丸五階櫓の石垣を含めた復旧にまず着手をできるということを、本当にこの熊本の歴史的な1ページとしてですね、今日は非常に厳粛な気持ちで今安全祈願をさせていただいたところです。復旧のですね、この工事というのは今日スタートすることがですね、いかにですね、この後世の人々にとって重要なスタート地点であるのか、それから平成28年熊本地震をですね、やはり後の世の皆さん方がですね、この地震の災害の記憶が風化することがないようにですね、引き継いでいくという意味でも、この熊本城の復旧工事というのは大変シンボリックなものでありまして、象徴的なことだというふうに今考えているところです。Thank you.